市川市の小学生中学生の皆さんこんにちはトヨタ車体ブレイブキングスハンドボール男子日本代表の吉野拓樹です今コロナウイルスの影響で僕たちも当たり前にできていたハンドボールもできなくなっています皆さんもやりたいこともできずストレスがたまると思いますが今自分にできることは何か考え行動しみんなでこの状況を乗り越えましょう 僕は自宅へできるトレーニングをしたり、本を読んだり、息抜きしながら充実した時間を過ごしています。皆さんも自分を見つめ直すいい時間になると思うので、やりたいことを見つけ、自分にとってプラスになることをやってみてください。収束に向けてポジティブに日々を過ごしていきましょう。